ゴールデンウィークといえばゴールデン金、そう金くんです。ニコライト。していこうと思うんですけど、はい、なんか大丈夫ですか？なんか質問ありますか？僕も来たよ。彼誰ですか？誰ですか？彼三条龍だよ。あ、龍平くん、龍平くんのことですね。でも、はい、お腹バーで出ててね、ちょうどいいってことですね。バカタレ、バカタレ。三条龍バカタレ。じゃあ今日の4人でやっていくんですか？はい、あともう一人いるんですよ。あ、本当ですか？はい、じゃあ。ちょっと呼んでもらっていいですか？それでは登場してください。 イエーイ。あー、はい、来た。なんかやっぱね、ゴールデンウィークといえばこの人でしょ。琥珀。ゴールデンウィークは琥珀です。どう知ってる人いますかね、琥珀を。同級生出てるな。卒業してからどう。同級生見れるらしい。俺の場合はね、やばいね。もし、うん、堀口のぞむが見れる。やばいっすか。もうだから、昨日、地震あったじゃないですか、朝。そうっすね、朝地震あって、朝10時にお母さんから電話があって、はい、で、大丈夫みたいな。お前で大丈夫だけど、仕事中って仕事まあ内緒にしてますからね。声ガラガラでね、仕事って。本当、いや昼から仕事やねんって言ったんだけど、本当みたいな。なんか怖いやつやってるんじゃないのみたいな。本当はなんか感づいてんじゃないですか。なんかあと水商売とかやってんじゃないのとか。本当はですか？なんか、うん、言われた。知ってるんじゃないですか。そう聞いてきたから知らないね。だからバカやるわけねえべよみたいな。ちゃんと不動産やってるんだよ。なんかそうだよ、ゴールデンウィークも忙しいんだよって言って、ちょっと言われて切ったっていう。朝からすごい、うん、なんかちょっとブルーなやつ。ブルーですね。なんであれ、お母さんから親からの電話でブルーになるんですかね。で、同級生出てるなって、もし俺が本当同級生だったら、だってやべえなってことで。そうですね、うん、やばいっすね、うん、やばいってことです。だから君らの同級生じゃん、どっちかの、うん、怖くじゃん。僕っすかね。怖くだよ。友達全然いないっすか。嘘。僕も友達全然いないんで。本当に。でちょっと興味ねえや。あれは？じゃあ紹介していこう。なんとなしに今日はまあとりあえず紹介から入っていこう。紹介でちょっと20分ぐらいいけるかな。そうですね。そしたら今日うまくね、しっかり。ちょっと来週力入れましょう。うん。なんか今日はそう、ね、あんまり考えてないんで。今日本当に何も考えてなくて、来週とか次回力入れて、今日はちょっとゆるいトークしていこうかなと。あれれれれれ
なんだこれは。本当に風船のやつ言われた。なんかこういう風船の。え、全部隠れちゃうじゃないのこれ。はい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 。そっからの。そっから。あれ。リオシ。リオシ。リオシ。いや、くだらんねえ。くだらないことしか思いつかないですね。あ、くだらんからは。じゃあ、ゆるくトークしていきましょうか。はい。ゴールデンウィークなんで。はい。じゃあ、ちょっと、なんか、自己紹介して。で、また自己紹介。なんか、やってよ。なんか。なんか、自己紹介のなんか、ギャグがあんだっけ。自己紹介。結構、無茶ぶりっす。なんかよくやるっすね。自己紹介のギャグ、じゃあ、お願いします。じゃあ、はい、自己紹介の逆まで。はい。はい。やります、はい、自分で3-3-2-2-1-1って言って自分で自分で言って、はい、じゃあ科学の自己紹介まで、はい、3-3-2-2-1-1、はい、カーニャンだよ。ゴールデンウィーク楽しんでるかい。ほんとやめましょうよ。もう、うわーすごい。辛いっすよ。あーすごい。辛いっすよ。それいつもやっぱ人気のやつでしょ。人気のカーニャンだよっつって席キャーって可愛いって言われて、で、あの、だって、みちっつーがホール通ってたら、なんか、あの顔、誰、かわいい子誰みたいな。そうっすね。なんでかわいいってなんの。いや、たぶん。なんかあんの。身体的特徴にないか。ちっちゃい。ちっちゃいの。画面じゃそんなによくわかんないけど。立ってみてよ。うん、ちょっと立ってみて。立つんすか。うん、はい、立ちました。あー、でもね、はい、この画面上だったらこの。動画ちょっと立ってみてください。俺はこんな感じなの。子供じゃないですか、僕お前さ超やばいっすよ。超やばいっすよ。でも同じさチビさだからさ、チビだからじゃあ困ったことっていうやつやろう。はい、小さい、小さくて困ったことっていうのちょっとやろう。同僚方2人ともチビだから。ちなみに背何センチ。逆に持って何センチ。はい、ちょっと盛るじゃん、2、3センチ盛るじゃん。盛らないで165センチぐらいじゃないですか、ね、165? お前7センチ盛らなくて160ぐらいですか、ね、160と160 58センチこいつ160センチある。なんで盛るのに盛らなくてっていいの。別にお前165ないでしょ。165ないですね。でしょ。うわぁ、162ぐらい3ぐらいですね。じゃあ1じゃん、1ぐらいさ。いや、本当に31やんすね。じゃあ158と162で、なんかちっちゃくて困ったことない。じゃあ君からそこのチビから。はい、そこのチビから。あれっすよ、来場者数この前ジョーカーのやつ見てたんですよ。1万とか。うち何本って書いてある。220。1万とか。逆にさ、500人誰入ってんの。まあ、そうっすね、うん、全国500人も知り合いいないよ。でコメント同級生出てるなから何もないっすね。分かった、じゃあ今日出しますよ、最低記録出しちゃいますよ今日。今日は、コメント数と、あと何だっけ、あれなんか出てたんすね。今日はもう全部最低記録を更新していこうと、はい、だからあんまりコメントされちゃダメよ。あ、コメントされないように、うん、今日どれだけ過ごすか。そうそう、だからなんかランキングの方もワースト1位は作ってほしいな、今月の。そうそう、あの1、2、3位出るじゃん、なんかコメント数。森口え、他の有名店かっこいいやつ、有名店なのにそこだけ森口そっか。いや、もう本当に他の人のニコ生超見たらみんなかっこいいこと言うんで、うん、ポストってどうとか、うん、なんか一番高いものを買った話とか、うん、なんか初心の頃のホストの気持ちを大事にしようぜみたいな。なんで？なんで？え？それが普通のあれなんじゃないですか、ニコ生の。毎回結構かっこいいこと言ってるね、やっぱり。そうなんすね。いや、じゃあいいよ、今回じゃあ話。はい。いや、話よ、ホスト。喋んないですけど、うん、ポスト、そのかっこいいやつ。それはえ来場者数グイー、来場者数600超えちゃいました。今しかもお酒ダメだ、1000切られるとダメだ今日。1000いかないようにこのまましっかり。だから1万だって、1万もいくわけでしょ、はい、1000もいってないやつじゃん。
だから次回はさ、じゃあこうしよう、次回いっぱいメールしよう、まだの俺たちのできる力を、そうですね、その次回の放送でね、しっかり明日ね、ニコナイト、ニコナイト、ニコナイトやっていっぱい言ってやってみたらどのぐらいいくかっていう、まあ、1万いかねえと思うけど来週の月曜っすよね、なんかわかん忘れちゃった、うん、確かもう番宣しとこう、はい、来週の月曜かな、まあちょっと来週の月曜かな、わかんないけど、で、それでは本気でいこう、はい、そうですよ、シュッ、うん、その時のためのやつやろ、その時のためのその時のためのやつ、その時はもうすごいやっぱ不思議、すごい不思議なことお前ちょっと緩くしてない、はい、緩い感じ、緩すぎて、緩すぎない、緩すぎます、うん、なんかちょっともうこれ着てるんだよ、もう本当になんか、じゃあちょっと 上も取ったし、髪の、そうそうそう、それもうかぶっといてよ、え、それでだってどういうトークして1万コメントもいっぱい行くわけ、それはあのカラオケとか歌ったりして、カラオケ歌ったら行くわけ、はい、ちょっとじゃあ歌ってみて、どんぐらいコメント増えるか、何の歌だったら、なんかどんぐりコロコロ、おやっしゃ、じゃあどんぐりコロコロ入れましょう、ああ、そういう歌は僕今このまんま違う、そういうあれはいかないです、ちょっと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 きついっす、きついっす、もうここではほんと歌いたくない、コ コメントがどんぐらいかやろ、こうやって、え、だって他の人はだってやるわけでしょ、これなんか歌歌ったら、ほんとそれだけは、え、どういうコメント出んの、歌歌ったらかっこいいみたいな、素敵うっそみたいな、うっそやつすごい出てる、じゃあいいよ、じゃあそれでこれで歌って、歌わないっす、いやいや、じゃあそれじゃなくていいからアカペラで歌ってみて、そのマイク持って感じ、マイク持ってちょっと歌ってみて、音入れて、やっぱそこは、あ、ちょっと、それでは、あら、あ、これまだマイクだけ入んない、マイクだけ入ります、あ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 、ほんとしょうもない、あ、それ入る、ちょっとやってみて、あ、まあ入んなくてもいいか、入んなくてもいいか、ちょっと歌ってよ、どんぐりコロッ、あーすごい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 、出てる出てる、あーでけえでけえ、こんなでかいと逆に叩かれるわ、ちょっとちょっと、じゃあしっかりやろ、しっかりやろ、しっかりやろ、じゃあしっかり、じゃあしっかりして、ちょっとしっかり、待ってください、店長が、それではエントリーナンバー43番、グランリオさんでどんぐりコロコロ、はい、いってどうぞ、どんぐりころころどんぐりこ、はい、お池にはまってさあ大変、はい、土壌が出てきてこんにちは、はい、坊ちゃん一緒に遊びましょう、はい、あーコメントなしです、あー残念でしたねまあコメント出たら今日はダメだからね、コメントを稼いじゃダメだろ、そうですね、戦いに今ワーセット出なくてよかったっすどう、きついきついっすね、ここでさ歌えないきついっていうか、きついって思われても別に600人しか見てねえからやばいいや、ごめん低いし、だって1000人いったらお前飲んでね、コメント来てるんですけど、まあまあまあね、コメント出てるの全然こっちに映ってなかったんで、まあまあ映んなくてもね、じゃあ今度お前何な歌何行く、まあまあ出てるじゃん、ほらどんぐろがよくどんぐりね、どんぐりどんぐろどんぐろ、ダメ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 、じゃあ次お前、今これ多分20行ぐらい来たんじゃない、20コメントぐらい、2、30コメントぐらい、お前はそれより抑えないといけないから、はい、はい、何の歌がいい、何がいいっすか、アンパンマン歌える、アンパンマン歌える、アンパンマンか、うん、アンパンマン歌える、アンパンマン何歌える、米は本当いつも拾ってるんですけどね、うん、じゃあ行きましょう、ちょっとマイク出して、はい、何を歌えばいいですか、アンパンマン、アンパンマン歌える、そうだって、あー行きましょう、それではエントリーナンバー30番琥珀くんでアンパンマン、はい、聞いてどうぞ、そうだ
恐れないでみんなのためにだってて。てて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 、はい、あんあんあんぱんまん。本当にもうやめましょう。本当につらいっす。本当こいつの拍手見た。誰かつらいっす。本当も同じ人がいっぱいあんあんあんぱんまんっていっぱい入れてくれてで、コメント稼いでる人だと思う、はい、誰かすごいいっぱい入れてくれてます。誰が書くの。マイクの無駄遣いするなって書かれてます。あー、いいねいいね。同級生のこんな姿見たけど、お前じゃんか、同級生。僕でしたね。お前じゃん。あ、そうなんてないの。お前同級生の中でそうやってなんかいじられとかじゃないんだね。いや、僕結構いじられキャラだった。やっぱどこでも。もう どこ出身なの。僕長野。長野。長野。長野の。長野の誰。なんかハミパン。ハミパンしてる。ハミパンしてる人よく見えてますね、ハミパン。あ、本当だ。ハミパンよく見えてる。でも本当だ。ハミパンしてるやつ。分かったよ。分かった。はい。いいでしょ。それどんなツッコミあれ。ハミパンしてる汚ねえよ。30過ぎたやつもハミパン見たくねえよ。あ、じゃあ30運歳にしとこ。はい。なんか30運歳にしとこ。35歳ですよ。わあ、1000超えたからグイー。グイ。ちょっと待って。あー、飲めない。線香でからグイ飲めない。タイミングで CM お願いします。飲んだ後の飲んだ後言ってね。グイとかはないですよ。うんうん。ないですよ、グイとか。 CM あいつらに賞金100万裏双方は、あ、これか。賞金 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ簡単だろ。パール楽しい。ルービックキューブ楽しい。薄いじり楽しい。次は終了。うわー、マジ終わった。ダイクというわけでダイク、はい、今からテンションを上げていくということで、はい、テンション上げに来たー。シャイーン。テンション上げる、はい、リオくんの1分間スタート。イエーイ。上げちゃう、はい、上げちゃう、はいはい、全部上げちゃう、はいはい、下がっちゃう、はい、これだと、はい、どんどん下がっちゃう、はいはい、上げちゃう、はいはい、きついっすね、この1分間は。5秒ぐらい5秒ぐらい、5秒ぐらいしかないよ。ちゃんとやりましょう。はい、というわけで、どういうことですか。じゃあちょっと打って彼をじゃあいっぱいアピールしていきましょうか。はいはい。じゃ あまずは、うん、好きな何々好きな何々ですか。よっ、好きな何々。じゃあ好きな何々を答えてもらおうかな。わかりました。何々、具体的に何でもいい、好きなものをあげてくれる。そこからトークを広げていこうとする、しようとするか、努力するか、うん、努力するか。では好きな何々何でしょう。でもこう、僕すごいあれなんですけど、やっぱ好き
きなやっぱうちのお店のやっぱこうキャストとかはやっぱリオ店長だなみたいな一番好きね僕は。あじゃあ続いての質問。いやなんかそこ広げてくれない。そうだし。尊敬。えだって具体的にないとやっぱちょっとわかんない。じゃあ最近いつしこった？いつ？うん。しこった日。しこった日っすか。オナニーした。いや。しこった日。しこった日っすか。オナニーって言ったらダメなんだよ。えダメなんすか。お前今ピーピー入ってるよ。ピーピー入っちゃったわ。NG コメント。はい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 、ほらほらはい。いつでしょう。やっぱ気になるとこじゃない？うん。ホストっていつしこんのかな。気になるとこじゃない？やっぱ気になります。そうっすね。いつでしょ。出勤前。出勤前、はい、最悪。その手でなんかあれちゃんとコミュニケーション取ってるってこと。うん。一致してる。じゃあ おかずおかずなんでした今日。おかずっすか。おかずは携帯サイトみたいな。あ、携帯サイトの、ちょっとでもこれ掘り下げていったらお前の答えるのがまでやばいかもね。そうっすね。じゃあ次行きましょうか。次行きましょう。次で。ホストをやってて一番嬉しかったこと。あーいいねいいねいいね。一番嬉しかったことっすか。うん、一番嬉しいことっすか。あー間があるね間が。パン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 っていかねえと。前もなんかあったけどパン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 っていかねえと。やっぱあれじゃないですか。うん、はいはいはい。やっぱこう自分が頑張った分だけ、やっぱお給料とかに出てくるじゃないですか。こうあの結果とかにも、やっぱそこが一番なんですよ。なるほどね。そういうとこもあるもんね。確かに努力で、やっぱ努力が、まあ、一番、努力ってやっぱね大事ですね。やっぱり大事だよね。そうですね、うん、すごい。じゃあ次。はい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 、はい、じゃあ今までで一番きつかったこと。ああ、ホストやってたら大変だから。やっぱりホストやったら大変だからさ、やっぱそういういろんな悩みとかさ、いっぱいあるんだろうね。なんかあるかな。きついところっすか。これって話して楽しいんですか。え楽しいんすか。それはもう今日あのゲスト琥珀くんだからさ。可愛いっても出てる。可愛いってめっちゃ来てるじゃん。琥珀くんのやつなんすかね、うん、辛かったことっすか。うん、いやあるからね、やっぱりね。量がめちゃくちゃ来た。ねえ、めちゃくちゃ考えるじゃん。めちゃくちゃ。じゃ逆に森口統括にちょっと質問してみな。すぐ帰ってくるから。う、ね、うん、質問してみて。じゃあ質問がお前ちょっと待って。お前何でもいいから質問してみな。トガツさん最近の趣味はあります。趣味、なんか最近自分がハマってる。生卵。それ違うんじゃないですか。生卵じゃないですし、それあの僕にやらしてるやつですよね。生卵ってやれって。もう一回質問、その質問して。もうやっぱトガツの趣味は生卵。最悪っすね、ほんとに。今日ほんとに自分たちのモチベーションが上がってないから。いや、そうやっても適当に。じゃあ、ほんとにポケポケポケ。じゃあ、今度リオさんに質問してみて、すぐ。なんかやっぱこう、リオ店長の最近ハマった趣味は何ですか。ちょっとわかんない。いや、めっちゃ考えるんだよ。いや、もうどんどんしてますね。じゃあ最近何で飲んだ。はい。最近何飲んだ。何で飲んだ。何飲んだ。ビールっす。え、ビール飲みました。いや、なんかないの。なんかお前もって面白い。芸人目指してるじゃん。芸人は目指してません。え、芸人は目指してないですし、その芸人レベルじゃないんで僕は。いや、やってよ。お前の生卵が見たい俺は。はい、お前の生卵が見たいねん、俺は。わかりました、うん、生卵やったらもう今日僕に関わらない。わかりました。金の粒食べよう。はいはい。金の粒食べよう。はいはい。匂わ納豆。はいはい。金の粒ってかかるって言ったんで、やっぱ
これは本当喋っていかないと、これ見て、そうっすね、怒られるんで、まあ、金の粒が何食べんの、匂わなぁと生卵やってよ、だから分かりました、じゃあそれやるんで、はい、それやってなまたまご、それでいいっすか、アンコール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 、なんで押すんすか、もうアンコールアンコール、すごいめっちゃアンコール出てるんだ、最強のやつ見せてください、生たまご、来てるわ、来てるよ、最悪っすわ、いやすっごい、なに、なにお前、はい、なんの音お疲れ様言って、はい、わかりました、ジン生たまごっつって、ジン生たまご、ジンお前生たまご、キレ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 、困ってましたやべえ、あー出勤の電話従業員の出勤の電話、出勤の電話、今から生卵の意味不明じゃん困ってました、あっち困ります、あっちよかった、いっぱい、うわー、いやー、お前をさ、ちょっとアピールさ、最後してこう、アピールしてたつもりなの、いや、もっと前に出て、顔かお前なんかあれ、ちょっとあれ、声も張らずに、小さめで、全部ちっちゃくない、なんかさ、結構顔の苦手なんだからさ、芸人選手ですたまたまもう一回行こうか、いいね、琥珀の生卵も行こうかって書いてあります、イエーイ、行っちゃおう、生卵っすか、うん、ちょっとここでいいかな、行っちゃおう、生卵、うん、30秒いや、ちょっと先にやって最後リオので終わる、いやちょっと今生卵やって、じゃあお願いします、はい、生卵、まあいいねいいねいいね、何ですかいいっすよ、もうほんと最後、あ、なんだ最後お願いします、4、4、3、2、1、生卵、最悪の回だ最悪の回だ全日本ホスト歌がうまい王座決定戦、全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか、参加資格はホストであることのみ、現在参加者募集中、ナイトチューブはあなたの夢を応援します、チケットお問い合わせはニコナイト @nightchube.net まで、でもなく溜まり込んだこと見つかる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れて、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。